岩本義弘は愛知県半田市出身の元プロ野球選手、元政治家、愛知県大原町長、大原町議会議員を歴任した。半田農業校卒業後は東海理科に入社し、補強選手として都市大抗に2年連続出場。1981年のドラフト5位で阪急ブレーブスに入団し、1年目の1982年には、 シーズン終盤の消化試合ではあるが、8試合に遊撃手として先発出場。1985年には8月から村上晋一に代わりに類手の定位置を得ると、同年は48試合に先発出場。1986年も準レギュラーとして起用されるが、1987年3月には内田剛とのトレードで中日ドラゴンズに移籍。 二村徹トールの控えとなるが、1988年には、出場機会が減少し、一塁ベースコーチ兼任となった1990年限りで現役を引退。闘志ふれるプレーで、ガンちゃんの愛称で、ファンに親しまれ、乱闘の際には、同僚の小松崎義久と共に真っ先にベンチを飛び出すシーンが、プロ野球人プレイ、コープレー対象でよく放映されていた。しかし、 その当時は、当時の首脳陣へのアピール的な部分もあった。1986年には、プロ野球陣プレーコ高プレイ大賞でチンプレー新人賞を受賞している。引退後は中日で一軍総類コーチ補佐2軍、総類コーチ一軍総類コーチを務め、対談後は、まつげパーマの店、ラウンジ、リフォーム会社等を経営。2003年、 愛知県天郡大春町議会議員に初当選する。2008年7月19日未明、名古屋市内で、四季曜日で乗用車を運転し、物損事故を起こした。警察の調べに、麻雀をしながらビールを飲んだと自供し、職業を無職と申告していた。2010年5月30日、みんなの党の推薦を受け、名古屋市との合併推進。 町民税10%減税を公約に掲げて、大春町長選挙に出馬。選挙運動中は、中日時代のユニフォームを身につけ、自転車で選挙区を回っていた。現職は、天市との合併推進を主張していたが、他にも天市との合併を推進する対立候補が出馬したため票が割れ、岩本が当選した。なお、 みんなの党の単独推薦で当選した初の地方自治体市長である。2012年5月21日、名古屋市長の河村隆氏と会談し、名古屋市大春町の合併に向けた協議会の設立を要請した。2013年6月13日、出勤中に出機予備で乗用車を運転し、道路交通法違反で摘発された。 6月20日に大春町議会議長と会談し、自らの不祥事の責任を取る形で、7月2日付にて町長を辞職することを伝達した。ありがとうございます。